では今週の地震予測のサマリーをお届けします、えーね、だいたいこのデータって GPS をもとに地殻がどのように動いたかとかね沈降したかとか隆起したかっていうことをもとに大きな地震が起きる過去のデータを照らし合わせて予測をしてますのであくまで予測なんですけども結構この当たるというかねその。 当たるこのスパンもその数年単位ではなくてですね数か月以内に起きるみたいな形で当たってることが多いんで、まあ、要注意かなと思いますそれでは始めていきます要警戒地区震度5以上の地震が発生する可能性が非常に高いところ北海道釧路、ね、根室りも周辺東北北関東の太平洋岸奥羽山脈周辺 この辺もずいぶん前から言ってますね。南関東周辺、えー、北信越地方、岐阜県、南海、東南海地方、九州南部、ここがし震度5以上の地震が発生するが可能性が非常に高いということだったんですけども、実際に北海道の方は、これ、起きちゃっていましたね、えーと。要注意なんですけどもお、震度5以上の地震が発生する可能性が高いというところ、北海道道南、青森県、九州北部、南西諸島に、えー、まあね、 警戒をせよとといいうことでございますあと要中止地点ですけども震度5以上の地震が発生する可能性があるというところになってきますと北海道の北部とか鳥取県島根県周辺になってますよね、えー、さあ,あじっくり見ていこうかと思うんですけどもまずはこの,、えーとね、この辺からいきましょうかこの辺りではですね、えー、4週間で4ミリ以上の変異点要するに地面が動いてるんですよこっちへ。 1>, えー、だ1週間に1ミリ程度動いてますよね、だこういうのがまずはあきっかけになるんで、ご、まあ、注意いただきたいということになってます、で次なんですけども、アカンっていうのがあん、アカン湖、うん、この辺りがです、ね、実はかなり隆起してるんですよ、8センチ以上隆起されてます、要するに地面が盛り上がってきたんですよ、でこれは地殻が動いてこうなってるんではないかなということで、ちょっと経過を要すると、で中川の辺りは沈降してます、逆に。 中川のあたりは、あこうね、地面が陥没していると。で、その差が5.4センチとかなり大きいんですよね。12月頃までちょっと用心しなくてはいけないのかなというふうに感じております。えー、要警戒が 11, 頃11月頃まで警戒なんですけども、北海道、釧路、根室、襟も周辺ですよね。 阿寒っていうのは依然として隆起を続けていて火山の活動でそれが起きてるのかなと思いますけども根室のあたりっていうのは高さの差は12.6センチ起きてるかなとうんまあ結構大きいですよねえりもの PV 観測点に異常があられているとこのあたりですこのあたりに異常があられているということですで北海道道南青森県12月頃12月頃まで注意していただきたいんですけども 青森県ですよね、うん、9月6日に起きたあ北海道の,あの例の地震、えー、震度5弱が10月5日にまた発生したんですけども、青森県の東方沖で小さな地震が起きています、依然としてこのエリアは不安定な状態なんで、えー、ちょっと注目が必要かなというところですよねで、東北地方、北関東なんですけども、ちょっと広い範囲でですね、うん、警戒が必要かなというところがあります。 えっと、どうやって書けばいいんだ、これ。これかな。こ、うん、うか。えあれちょっとすみません。線が、これか。このあたりですね、うん。線の幅をちょっと太くします。このあたりで、うん、東北、北関東ですよね。ここがですね、8センチぐらい横に移動していると。水平ベクトル。あ、水平ベクトル、これはね、 4週間で 4, 4ミリ四ミリでした、4センチとかのわけないですよね、4ミリの移動が起きてるところです。だから大きく、近くが1週間に1ミリの割合でですね、えー、東の方に動いてますよってことなんで、えー、ちょっとまあ、引っ張られてるということはどういうことかっていうと、引っ張られてるってことは、ちょっと断面図書きますけども、こう、大陸が東北があって、プレートがこう、下に潜ってますよね。引っ張られてるってことですから、こういうふうに沈んでるってことなんですよね。これがだからバイーンと 跳ねていくことが考えられます。ストレスがずっとここにかかってますからね。うん、そういうところを警戒していくのが、ちょっと必要かなというところですよね。ちょっと不安はあるわけではないんですけども、そういう現象が見られるよということです。うん、で、えっ、ー、と、南関東、北新越地方、それから中部地方ですよね。この辺もちょっと警戒が必要なんですけども、あとこの辺りです。 この辺りですね。うん、若いままで行かないんですけども、この辺りですね。うん、とこの辺りも、今丸したところっていうのは、4週間で4ミリの、こうやって、近くの移動がありました。 こうあらゆる方向に引っ張られてますけども、1週間に1ミリ引っ張られてるんで、それなりのスピードだなというふうに感じます。11月ごろまでこれが続くんではないかなと。愛知県東部を震源とする地震、えー、マグニチュード5.1、震度4が、10月7日に発生しました。それも原因をいつにします、うん。で、10月4日に千葉県東方沖を震源とする地震、マグニチュード4.6、震度4が発生しました。茨城県南部で、えー、小地震が起きています。 4センチ超の4センチを超える週間高さ変動が山梨県の南部および静岡県の岡部に現れています先週、ややルーキーした御前崎周辺は再び沈降に転じました要するにこう上がったり下がったりしているということでかなり近くの活動が活発ですよね要注意ですで要警戒12月頃まで警戒なんですけども北信越地方岐阜県、えー、五穀山に近い、えー、上松っていうんですか うんで、えー、基礎が急激な沈降しています、北信越の日本海側の水平移動が極めて活発です、えー、っと、ちょっとこれをね、消しまして、この辺りもね、結構ストレスがかかってるところ、もう日本列島全体と言ってもいいですよね、やっぱり、えー、横移動が起きてますから、 水平ベクトルが4週間で4ミリ以上の時にこの矢印書きますけどもね、そういうことになっていますうんで、和歌山県北部で小地震が起きてますね、えー、紀伊半島の、まあ、周辺では沈降も進んでいますし、四国西部に水平移動も見られています、うんほぼほ北東方面の変動をしているということで、やや不安定かなと。 徳島県および高知県東部は過去6か月に5センチ以上の週間高さ変動が多数あったということで警戒を強めているところです要注、えー、市島根県とは鳥取県ですけども10月頃までちょっと今月いっぱいは見ておいた方がいいかなっていうのがこのエリアっていうのは沈降しためために全体的に隆起と沈降がまだら模様になってるわけなんですよこの辺りですけどもねこの辺りが落ちたり上がったり落ちたり 上がったりってことやっててガタ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 してるわけなんですよね怖いですねで九州に移ります九州の方も横移動がねかなり出てますんで矢印をいっぱい書かせてもらいます4週間で4ミリの移動がありました水平ベクトルです うん、熊本県熊本地方で小さな地震が起きています。えー、先週と比べこのエリアは沈降してるんですけども、長崎県から熊本県に向けての東方向への水平移動がかなり活発になってきています。九州の南部でも同じですよね。小地震が起きてますね。うんで、南西諸島なんですけども、沖縄本島の辺りとかね、この辺り、これもやっぱり水平ベクトル起きています、うん。石垣島の沈降がかなり目立ってきてるかなっていうのが、 沖縄地区のまあ報道になりますけども、えー、ちょっとね、警戒を強めるというのは、地震に対して地震が起きないようにするってことではないんですけども、災害が起きたときに、その後どうするかってことを決めておくことなのかなと思います。ささごご安全にお過ごしくださいではまた来週